はい、皆さんこんにちは。レガテドリブル塾の翔ちゃんです。今日はウィナーズに向けて自主トレやっていきたいと思います。ということで今日は一人で海に来てるんですけど、めっちゃ天気良くないですか？何もしてないのにこの汗やばい。ただいま時間がですね、お昼の1時です。もうめちゃくちゃ暑い時間帯、この時間帯でしっかり走りきれないとやっぱ試合では戦えないと思うので、この暑い中で砂浜でフィジカルトレーニングやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。ゴー。という前にまずは僕のね、最近ハマってるトレーニング前のルーティンがあるんで、それをちょっとやっていきたいと思います。っていうのは瞑想です。瞑想、やっぱね、瞑想をやるとスイッチの切り替えができるんですよ。トレーニングに今から入るぞっていう、体の準備だけじゃなくて心の準備もしっかりやってトレーニングに臨んでいくことによって最大限のパフォーマンスが出せると思ってるので、今から瞑想をやって軽くランニング有酸素運動を入れて、そっからビーチに行ってトレーニングしていきたいと思います。はい、ということで無事瞑想が終わったので、今から体を動かしながらちょっとウォーミングアップで有酸素運動20分ほどランニングしていきたいと思います。それでは行きます。ランニング20分やっていきます。開始。多分めっちゃブレてるなこれ。はい、ということで無事ランニング終了しました。で、そういえば言うの忘れてたんですけど、ランニングの時に携帯持ってますかみたいな質問多かったんですけど、携帯持ってます。で、携帯持つのにめちゃくちゃ使えるアイテムがあるんですけど、いつもランニングする時必須なんですけど、これどうやっていいかな。これですね、アールズコートさんから出てる腰に巻くベルトなんですけど、これ実は携帯入ってるんですよ僕。こんな感じでなんかポッケみたいについてて、ここにそのまま携帯入れることができるので、腰につけると走っててもブレずに、つけてる感じなくいつも通り走ることができます。興味がある方はぜひ調べてみてください。腰ベルトでいいのかなこれ、わかんないけど、はい、っていう紹介でした。で、ここからトレーニングに入っていく前にストレッチやりたいんですけど、実は僕あんまりストレッチ得意ではないというか好きではないんですよね。なので僕がやってるのはヨガやってます。ヨガ、ストレッチの代わりに。ヨガだと結構続けることができるんで、そのいつもやってるヨガ見ながらストレッチやっていきたいと思います。いつももう YouTube の再生リストに入れてるんですけど、これ見ながらやっていきます。ちなみに僕が見てるのは BeLife のマリコ先生です。いつもヨガお世話になってます。ということでやっていきましょう。声を出さない方がいいのかな。じゃあマリコ先生お願いします。ヨガまで終わったので、これからトレーニング入っていきたいと思います。
そやってしまった。イージーミス、カメラをしなかった。もう一本ずついきます。よし。いや、いいことですよね。これ2回目チャレンジできるから、3本目チャレンジできるから、その分強くなると。うわー、カメラ押しミスしてよかったわ。頑張ろう。よしよしよし、3本目とは思えないキレ、素晴らしい。続けよう続けよう。鬼しんど、鬼しんど、鬼しんど、アルシンド。抜くな、抜かずに行こう。やばい。ここから少しボールタッチも入れていきます。やっぱね、こういうビーチのコンディションところどころボコボコしてるじゃないですか。その中で絶対ボールタッチずれるんですよ。だけどその時にどうやって修正できるかみたいなタッチが身につくトレーニングだと思うのでね、サッカーの試合だったら雨の日だったり、グラウンドがボコボコしてる試合だってもちろんあるわけですから、こういったところでもしっかり一つ一つ丁寧なタッチでボールタッチしていきたいと思います。やばい。全然なんやねん、このボコボコ。ちょっとだけ整備していい？よっしゃ、行こう。やば、足腰めっちゃしんどい。ロールとかね、足裏使うプレーとかフットサルとかでも結構多いんですけど、この裸足の状態で足裏とかで使ってボールタッチするっていうのはめちゃくちゃ大事で、素足でできるんで、もうどこでタッチしてるのかとか、ただ足裏じゃなくて足裏でもつま先の前の部分なのか後ろの部分なのか、それとも真ん中なのかって、ボールタッチしながら自分のやりやすい場所ポイント見つけながら練習できるっていうのはすごくいいので、お家の中とかでもね、裸足でボール触れる選手はインサイドでもインステップでもアウトサイドでもいろんな部位を使って素足でトレーニングしてみてください。はい、ということでラスト1本はマーカーを全部取ってきて集めて終わりにしたいと思います。いや、めっちゃ暑かった。よし、ラスト1本行きましょう。終了。
という感じで今日はウィナーズに向けての自主トレということでビーチでのフィジカルトレーニングでした。本当はもう少しやりたいんですけど、ちょっとこれから歯医者さんの予定があるので歯医者さん行ってきます、遅刻しないように。ということで最後使った場所をね綺麗にしっかり埋めて帰りたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time.